こんにちは、キクです。今回はマルチバンドコンプレッサーについてお伝えしたいと思います。ね、そもそもマルチバンドコンプレッサーって何だろうっていうところなんですけれども、まずですね、そもそもコンプレッサーというものがあるんですね。マルチバンドじゃない普通のコンプレッサーっていうものがあって、そのコンプレッサーとは基本的に音量差をなくしてダイナミクスというものを少なくしてあげて、まあ、聞きやすく音量を整えてあげるっていうものが、まあ、基本的なコンプレッサーの機能なんですけれども、そのマルチバンドバージョンなんですよね。そのマルチバンドバージョンなので、なんか難しく感じちゃう方って多いんですよね。機能がたくさんあるように見えて使いこなせそうにないとか、そもそもどうやって使うんだろうみたいなところなんですね。で、普通のコンプレッサーというのは音全体にかかってしまうんです。全体にかかっちゃうんです。もうでもマルチバンドコンプレッサーって EQ を思い出してください。 EQ って低い帯域だけとか中域だけ高域だけとか帯域ごとに分けて音量を上げ下げできますよね。それと同じで、マルチバンドコンプレッサーなので、例えばコンプレッサーが4つついてるんです。マルチバンドなので機種によって違いますけれども、4つついていて、それの1つずつこう適材適所で使っていくっていうものなんですよ。例えばですよ、例えで言うと分かりやすいと思うんですけれども、ベースですよね。ベース、例えばベースの4弦とかありますよね。ブンブンブンって弾いてて、で4弦だけがね、やっぱり結構太い音が出るので目立ってしまった場合とかってどうしても不安定に聞こえちゃうんですよね、音量が。なのでそこは普通のコンプじゃなくてマルチバンドコンプレッサーの低い帯域のところを設定してあげて、そこで音量をね抑えてあげるっていう設定をすることで、他の帯域、ね、ベースの高音とかには影響を与えずに低い帯域の狙った帯域だけをコンプレッション押さえつけることができるんですよっていう使い方とか、あとは、ボーカルですね。ボーカルの、視察音ってありますよね。スとかサとかっていうのは、やっぱり耳障りになっちゃうのでちょっと押さえたりするのが、結構定番なんですけれども、これディエッサーっていう専用のエフェクトがあるんですね。ディエッサーっていうエフェクトがあるんですけれども、その代わりにこのマルチバンドコンプっていうのを使うこともできるんですよ。例えばスとかサって高い帯域ですよね。スサなので、高い帯域のところに、コンプレッサーを設定してあげて、そこだけ飛び出たところを抑えるっていう風にしてくれる機能なんですね。でそれなら EQ で抑えればいいじゃないかっていう話もあるとは思うんですけれども、これが違うんですよ。 EQ というのは一回かけてしまったらもうずっとそのイコライザーがかかってる状態ですよね。ハイを削ったらハイを削ったまま一定でなんですけれども、コンプレッサーはスレッショルドっていう敷地があって、その敷地を超えた部分だけ、出過ぎた部分だけをこう押さえつけてくれるっていうものなので、それを考えると必要なところだけを必要な分だけこう潰す削るっていうことが、まあ、結果的にできるっていうことなんですよね。なのでマルチバンドコンプレッサーかなりその点使えるんですよね。でそこでですね、例えばドラムのバストラックってありますよね。例えばドラムも、ね、こう全体のドラム全体にかける時あるんですけれども、例えば、ハイハットとかね、シンバルだけちょっと大きすぎたかなみたいな時があったとしたら、そのちょっと出すぎちゃってたシンバルとかハイハットだけをちょっと抑えるために高音だけコンプレッサーをオンにして、それ以外の、低域とか中域用のコンプレッサーをオフにして、その高音だけのコンプレッサー、ね、スレッショルドとレシオとかね、アタックタイムリリースタイムっていうのを設定してあげて抑えるっていうバランスの取り方もあるんです。つまり言うと様々な使い方があるっていうことなんですよ。なのでね、一回ね難しそうなイメージがあるんですけれども、もうここさえねこの動画を見ていただけたら、イメージがつかめると思うので、ぜひ、チェックしてみてください。ちなみにこの内容はリクエストでいただいた内容ですので、リクエストありがとうございます。おかげさまでこの動画が出来上がってます。ということで、またコメント欄にもいろいろね、いただけたらと思いますので、よろしくお願いします。ではどうぞ。では実際にマルチバンドコンプレッサーの使い方と音ですね、これを確認していきましょう。まずこんな感じの曲です。まあ、これ曲というよりかは、まあ、素材としてそれぞれ用意したんですね。例えば分かりやすいようにこのベース、これ聞いていただくとちょっと部分的にこう低いところの弦の音がブーンって結構来てないですか。ほらブーンとか結構そこだけ目立ったりしますよね。あとこの次にこのドラムパターンですね。このドラムパターンもハイハットに注目して聞いてください。そうするとツッツッツッって結構まあちょっと目立ちますよね、ハイハットが。
なのでこのハイハットのバランスがちょっと出すぎているので、マルチコンプでねちょっと潰したいとか、あとボーカル、このGive me song とか、Give me something to this baby, to this baby, give me song とか、もう結構スッとか、これが視察音っていうことなんですけれども、これがですね、場合によっては耳障りになるので、ボーカルをより綺麗に聞かせるために、まあ、マルチバンドコンプレッサーでその部分だけをこうぐさっと潰してあげるということができるといったところなんですね。そういった使い方ができるので、実際にまずやっていきましょう。ベースからいきましょうか。例えばまずイコライザーを出しましょう。イコライザーを出すとこうなってますよね、波形が出てますよね。そうするとこうブーンってなったところだけ、特にこの辺り 60kHz あたりのところがブーンってなった時に結構ここ来てるんですよね、ブーンって。なのでここだけはちょっと耳障りだなっていう場合に、ここですね、マルチバンドコンプレッサーある場所はこのダイナミックスの中にマルチプレッサーっていうのがあります。これを選んであげましょう。そうするとこういう画面が出てきます。そして念のためにね、このイコライザーも表示させておきましょうか。後々見やすいってなるので、はい、ではそうしたら次に見ていただくと1,2,3,4ってありますよね。これマルチバンドコンプレッサーなので、コンプレッサーが1台2台3台4台搭載されていますよっていう意味なんです。この幅ですね、1番はこの幅を担当している、2番はこの幅を担当している、3番はここを担当している、4番はここを担当しているっていう風に分かれているんですけれども、これドラッグしてあげると、縦の線をドラッグするとこのようにどこを担当させるかっていう範囲を実は選ぶことができます。これ重要です。でそして次にスレッショルドっていう項目があるんですね。このコンプレッサーのスレッショルド、これがですね識位置なんですね。つまり言うと、この識位置、この矢印をねこういじってあげてもいいんですけど、こうドラッグで変えていくと、この今鳴ってる音がこうバーになって表示されてますよね。つまり言うとこの識位置、これ仕切り板だと思ってください。波形がこの仕切り板を超えたところ、そこの範囲、この範囲を圧縮しますよって意味なんです。押さえつけてあげますよって意味なんです。で押さえつける強さというのはこのレシオっていう部分で、押さえつける強さっていうのを決めます。これ 2.511 ってなってますね。2対1とか、3対1とかとかでこの分けていくんですね。マックスは30ですね。30だとかなりもう押し潰す、密度の濃い音になるんですけれども、かなり潰す計算になります。自然に聞かせるのであれば3とか4とかから始めてあげるのがいいのかなとは思いますね。でそしてアタックタイム、リリースタイムっていうのがあるんですけれども、これは潰すスピードですね。もうカルタをねもうパーンって取る時の感じだと思ってください、ね、カルタとかパーンって取りますよね、あのイメージ。つまり言うと、この識位置を、オーディオをこの識位置をこの音量が超えた時にどのぐらいのスピードでガッと潰しますかっていうところなんです。早ければ早いほど反応が早いので、すぐにバンってこう切れてくれますね。まあ早ければいいと思うんじゃないので要注意ですね。音によって変わってきます。でリリースタイムっていうのは圧縮をやめるスピードですね。すぐにやめると余韻がまた自然になるんですけれども、まあ、ずっと圧縮してると何かもうなんかずっと圧縮されたような、なんか不安定なふわふわした音になっちゃったりするので、うねっちゃったりするので要注意ですね、まあ、これも長すぎずっていう感じで設定をしていきましょう。じゃあちょっと実際の音でね、もうざっくりお伝えしたところでまず実際やっていきますね。まず今のこの状態ですといらないんですよね、この 1,2,3,4 全部が、場合によってはマスタリングとかの場合だと全部使いこなす場合もあるんですけれども、基本的にマルチバンドコンプって全部使おうとするんじゃなくて、もうピンポイントでこの部分だけをね良くしたい、ね、加工したいっていったところだけ狙い撃ちをしてあげるっていう使い方をするのが、まあ、いいのかなって思うんですよ。ね、これさえ分かってしまえば、なんか難しそうとかどういう風に使えばいいのか分からないっていうことはもうなくなるはずです。では実際やっていきましょう。まず今から使いたいのはローを抑えたいのが一つ、あとこれよく聞くとハイの音もですね、今回わざとちょっとやってみますね。よく聞くとこの弦を弾く時のなんかパチ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 って音聞こえますよね。ポツ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 っていうなんかプチっていう、まあ、ノイズじゃないですけど弾くような音が、でこれもちょっと今回実験的な意味で押さえてみましょう。じゃあまず注意器いらないですよね。なのでこの数字をクリックをしてあげると消えてくれるんですよ。ちなみに一つだけにしちゃうと普通のコンプレッサーと同じ音全部にかかっちゃいます。なので1と4とかね、最低2つ用意してあげて敷居をねこう作ってあげましょう。
で、そしたら次にここのバイパスボタン、これはですねかなり使うので、例えばこれ今1と4両方に、まあ、コンプレッサーがかかってるんですけれども、この2つの帯域にかかってるんですけれども、バイパスを押してあげると4番はかからないんですよね。なので1番のこのローの部分だけにかけたいのであれば、まあ、4はここバイパスしてあげるわけなんですね。バイパスをするとつまり効果はかけませんよっていう意味なんです、ね、じゃあ4をオフにすればいいじゃないかって、4をオフにしちゃうと全部になっちゃうので要注意。なので4、最低2つはあった方がいいよっていうことなんですね。で次にソロボタン、これ何かというと、この4番のこの指定してるこの帯域だけを聞くことができるっていう、まあ、確認用の、まあ、ソロボタンですね。作業をやりやすくするためのボタンですね。でそうしたら次に行きましょう。では次はまずローの成分から行きましょう。で式位置のこの式位のね、この範囲選択のところを変えてあげて、でさっきイコライザーを見ていただくと、ちょっとブーンってなってたところが、確か、ここですね。まあ、80Hz 前後のところがブーンって結構目立っているということなので、このマルチバンドコンプレッサーのところで、80Hz 前後のところ、狙えるようにしちゃうといいかもしれないですね。じゃあちょっと今2番増やしてみましょうか。2番増やしてしまって 80Hz 前後のところ狙いましょうか。この辺り 80Hz、90ぐらいにこうね数字書いてありますから、ここにここでも変えられますからね。でここで、この60、70、まあ、60ぐらいからしましょう。つまり言うとこの細いこの範囲、この細いこの範囲ですね、この範囲だけにコンプレッサーをかけてあげるっていうことをしていくんです。じゃあ1番はオフにしちゃいましょう。あ、オフにしちゃダメです、バイパスしましょう、ね、そうすれば今2番だけがコンプレッサーが生きてるっていう状態に今なってます。ちなみにここ1番スレッショルドっていう式位置を上にすると圧縮しないっていう設定にもなるので、一切圧縮しませんよっていうことになるんです。このね、レシオも1にするともう全く圧縮しないっていうことになるので、まあバイパスじゃなくて、まあこの設定にしてあげてもまあいいっちゃいいんですけどね。まあバイパスが楽ですね。でしてあげるとこのようになってますよね。で今圧縮してくれてるんですよ。ちょっと聞きながらこのブーンってなってるところをちょっとね念入り確認していきましょう。ここですね。で思いっきり圧縮してみましょうか。わざとスレッショルドを思いっきり範囲にするとほら抑えられたの分かりますか。かなりこれなしにするとあれにするとあり抑えられてるの分かりますか。じゃあさらにちょっと圧縮率を上げていきましょうか。わざと11とかね、かなりやりすぎなんですけど、これかなり抑えてますよね。ブーンっていうところっていう風に調整していくんですね。まあ、自然が範囲がいいので、まあ、今回はちょっと5ぐらいにしておきましょうか。ほらちょっとスレッショルド下げすぎたので聞きながら、まあ、このぐらい圧縮してあげると何もしない状態はブーンってきてますよね。圧縮するとほらちょっと聞きやすくなりましたよね。なんとなくわかりますか。これが部分的に圧縮するっていうことなんですよ。でそしてじゃあ、これに加えて高い成分のところですね、いきましょう。高い成分だけを狙いたいので、じゃあ3をオンにしちゃいましょう。オンにして3をバイパス、つまり言うと今4はバイパスはもうなしでダメですよ。バイパスしちゃダメですよっていうことは、このバイパスされてない2と4番だけ、このね2と4番だけが今コンプレッサーがオンになってるわけなんですね。じゃあこのまず高音の成分、このパチ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 ってなってるところを圧縮していきましょう。なのでまずソロボタンで聞いてみましょうか。ほらよく聞いてください。これほらカチャカチャ鳴ってますよね。ソロにするとこの部分を、まあ、どんぐらい圧縮するかっていうところなんですよ。例えばこのスレッショルドを下げていきましょう。そしてレシオをもうちょっと上げましょうか。ちょっと強めにわざと圧縮します、分かりやすくするために。ほらかなり圧縮されてますよね。やりすぎましたね。でしてあげるとこれでちょっと落ち着いたんですよ。この違い、微妙な違い分かりますか。もうちょっとスレッショルド下げましょうか。ここで今圧縮されてますよっていうこの青いラインで示してくれてるんですよね。この状態で、
マルチバンドコンプをない状態にします。ありの状態、ちょっと違いますよね。でちょっと今思ったんですけれども、イコライザーを見てるとこのパチパチっていう音が2キロとかね1キロのところが多めにあるので、ごめんなさい、もうちょっとこれ下げるべきでした。僕こんな感じですねに下げるべきでしたね。で下げて、ほらかなりバチバチ音消えたの分かりますか。これが圧縮してない状態。すると、ちょっとこのカチャカチャした音が消えましたよね。っていう原理で、まあ、バランスを取っていくっていうことなんです。今ちょっと 例を出したので、ちょっとわざとちょっと極端にかけたんですけれども、これはね、よくね、ヘッドホンとかで聞きながら調整してみてください。ということなので、この応用でじゃあ次にベース以外の音もいきましょうか。マルチバンドコンプ楽しいですよね。僕のチャンネルではこういったね DTM やテクニックや音楽トーク、さまざまな情報をお伝えしていきますので、ぜひチャンネル登録をして見逃さないでください。ちょっとでもいいなとかね、いいなじゃないいいねとかチャンネル登録をしていただくと、もうものすごく本当に心から嬉しいというか、もう力が湧いてくるんですよ。もうモチベーションね、結構動画作るの意外と大変だったりするので、ね、元気をいつもありがとうございます。ぜひクリックしていただけたら嬉しく思います。ということで引き続きどうぞ。じゃあ例えばドラム、このドラムの場合ですね、これもイコライザーで見てみましょう。ドラムのイコライザーでこれ、わざと強調しますね。この高い音成分のところってなんかハイハットが5キロとか6キロ前後のところで結構鳴ってるんですよね。この辺り結構高音が鳴ってますよね。このハイハットをちょっと下げていくっていうことをするんですよ。っていうことなので、また同じくね、このマルチバンドコンプレッサーっていうのを開いてあげて、また同じように確認しながらやっていきましょう。でまずドラムのハイハットに注目してあげると、まあこうバイパスしていきますよね。今ちょっと押さえたいのはハイの部分なので、ハイの部分って10キロ前後のところが鳴ってると思うんですよね。なのでまあこの今この辺り5キロ以上5系以上のところですね、今してあげてるので、今度はこのストレッショルドを下げていきます。ほら下げていくと、わざと極端にやりますね、レシオも思い切り上げちゃいましょう。ほらちょっと高音がこもってるの分かりますか。これがあのバイパス、何も圧縮してない状態。圧縮するとほらちょっと抑え、ちょっとというかかなりあの高音が抑えられましたよね。でこれポイントとしては、このスレッショルドの範囲にね、あの超えたところだけ圧縮されてるということなので、ただ単にイコライザーでこう削るのとは違うんですよ。そこがポイントですよ。微妙にこうね圧縮してあげるとかね、すると、まあ、圧縮しすぎずに自然な範囲で高音を叩くことができるんですね、こういう風に。ちなみにこれコンプレッサーって今基本的に圧縮した分音量はちっちゃくなるんですけれども、その分ね音量をゲインって言って、それで上げることもできます。それはこのね式の1位のこれを上げてあげれば OK です。ここでも OK です。上げてあげるとボリュームが上がるんですよね。ほらこんな感じ、下げることもできると。つまり言うと、抑えたこの音色のままで音量感を上げることができるっていうことなんですね。これで、まあ、圧縮して音量がちっちゃくなった分気持ちを上げてあげて、まあ、バランスを取り直すのもいいですね。ということがまずこのハイハットのみをちっちゃくしたいっていう時の、やり方ですね。結構違くないですか、スレッショルド。ほら、っていう感じです。っていうのがこのハイハットだけをねこう削る方法。そしてここポイントですよね、スとかサとか視察音ですね。この Give me some、 この Give me some、 so の部分とかね、っていうのはこれもイコライザーで確認してみましょう。ほら、そってなった時、ここわかりますか、ここがほらもうかなり出てますよね。そっと波形がこことんがりましたよね。ここ一番、この一番波形とんがってるところ、ここがかなり出ちゃってるんですよ。なのでここだけをピンポイントでこうね、潰したいということなの で、これ DSR 的な使い方ですね。同じくマルチプレッサーを立ち上げてあげて、周波数的にはだいたい 5K7K ですね。ここが 7800Hz、
あたりなので 7K あたりですね、8センチ角のところを潰していきたいですねということなので、この範囲設定のところで 7K 以上このあたりから指定していきましょう。 7500Hz、ね、それ以外はもうバイパスしちゃいましょう。そうするとこの4番のみが反応する状態になりました。そしたら次にまた同じくこのスレッショルド下げていきましょう。そしてこの圧縮率ね、コンプレッサーのレシオっていうのを、設定してあげる。そうするとほらかなりこれ Give me so ってなった時だけほらかなり潰れてるの分かりますか。 Give me so の時だけほらここです。ソロにすると分かりやすいですよね、どのぐらい抑えられてるか。不自然な音の音量の下がり方してましたよね、このソロで聞くと。ほら Give me so になればなるほど音量が下がるみたいな、それだけ潰されてるっていうことなんですよ。これが EQ と違うとこですよね。 EQ だともう固定でずっと下がっちゃう状態なので、今わざとやりすぎてるんですけれども、このねアタックタイムもねもうちょっと早くしてみましょうか。もう、ま、最速でけども最速でガッと抑えに行くんですよです、ね、あとはリリースも遅くなく早くなくで、まあ、調整してあげると。バイパスするとこういう感じ、ソって出てますよ。 Give me so って出てますよね。でもこれ圧縮するとちょっと押されたの分かりますか。ちょっとこもった感じですね。ってやって視察音というのをちょっと減らしてあげるんですよね。ってやってまあこう圧縮をしてあげると、圧縮度合いでこう押さえてあげるということができるんですよね。そうするとDSR的な扱い方もできるということなんですよ。で要するにまとめますとね、ここはねもう使い方としてはもう一つ一つのコンプレッサーとして使ってあげて、本当必要なところだけを必要な部分に必要なだけかけるように使ってあげるっていうのがこのマルチバンドコンプレッサーの、使い方でございます。で例えばこのデフォルトって言ったところをクリックしてあげるとプリセットがいっぱいあってですね、マスタリングファイナル用の、プリセットとか、あとはねハードコンプレッサーで、あとはパンチドラムとかね、ハイファイドラムとかねありますけれども、例えばドラム向けのやつを選んであげるとドラム用のセッティングになると。ハイファイドラムなのでちょっとハイがねこう上がるような設定になってますよねっていう使い方もまあできたりするわけですね。まあ、あとはマスターにかけるのであればポップとか、まあ、これね雑にかけちゃうと、まあ、ちょっと結構まとまりのある音にはなっちゃうんですけれども、下手にかけるとちょっとあんまり良くない場合もあるので、かなり慎重に使ってみてください。一応最終的なアウトっていうのはここで決めてあげましょう。ボリュームですね。でこうやってここのプリセットを見てあげながら、例えばねドラム用はこういうセッティングになってるんだとか、まあ、ちょっとねパンチドラムだからパンチのあるドラムなのかなとかっていうのを想像しながらね、こうパラメータなどを見てあげても面白いかもしれないですね。ちょっとロジックってパラメータが微妙に多いんですけれども、基本的な、まあ、そのスレッショルドとアタックタイムとリリースとレシオとアウトプット、まあ、だけをねチェックしてあげてもまあ十分いいのかなと思いますので、ぜひ使いこなしてみてください。今回もありがとうございました。でも、ね、リクエストもね本当にありがとうございます。キックンでした。で本日もありがとうございました。